ということは勘違いが大事、また勘違いさせてくれるような仲間がいたらよりよし。こんにちは、小橋アルです。このチャンネルは宇宙の法則を生かしてですね、人生をよりワクワクにしていくためのチャンネルです。よろしくお願いします。小橋アルさんみたい自由に行きたいんですけどまあちょいちょいね、自由すぎるって言われるけどやっぱ言われますよね。言われる。全然こんなん自由じゃないよ。こんな本当ですか。いろいろ縛られてますよ。もう、まあ、決算の時期とかでね、もうあれあれこれやれて税理士から言われて本当に僕自由なんだろうかってふと思ったりする。それこそこの日本のねこの税制のこの改正とかね、経営者って自由じゃなかったっけとかって思ったりするよ。どうやったらそんな自由になれるのかなって。自由かどうかちょっとね、僕もあの不自由さを感じたりする時あるんだけど、現実世界がどういうふうにできているかっていうこの仕組みを知るとね、自由とかね、そのより自分の思うようにっていうことのその生き方の足掛かりになるような気がするから、まあ、この現実世界のこのからくりというか仕組みみたいなものをねちょっと話ししようかなと思って、まあ、いわゆるバーチャルが伝えてくれてることの基本的なやつなんだけども、この話を最後までお付き合いいただくとですね、宇宙の法則っていうものをもう基本的なものを知ることができると思うの。それが分かった方が多分この世界をコントロールしやすくなる。ノンコントロールでいることの方が随分危ないと思うから、いわゆるこの法則なんだよね。物理法則、これあのなんかペンがあるんだけど、ペン的なやつがあるんだけど、これ離したら落ちるじゃんね、はい、これが宇宙の法則なわけ。これ物理法則なんだけど、この3次元におけるこれ、皆さんも分かるでしょ、これ万有引力の法則ね、これと同じような仕組みがこの世界にあるよっていうことを知ることによって、この世界はですね大事なことに気づくわけ。これを皆さん知ってるでしょ。つまりこれを知ってる皆さんはですね、2階から飛び降りたりしないわけ。つまり怪我しないです。こっから飛び降りたら死ぬじゃんみたいな時はさ、それやんないじゃん。やらないです。これ法則を知ってるからだよね。この法則を知ってると下手な生き方、下手な考え方をしなくなる。物事効率が良くなるから、そういう意味合いでのその宇宙の法則だと思って付き合いください。なるほど、はい。バシャルがこれ何て言ってるかというと、つまりこの世界は全て思い込みによって作られているっていう。思い込み。ここでちょっと面白い例え話があって、はい、僕の知り合いが昔ね、巨人の星の歌を、思い込んだらってやつらじゃん、知らない？世代じゃないです。知らないです。知らないのか。そうか、22歳知らないよね。あの昔ながらのそのど根性もの、スポーツもののね、歌があるわけ。はいはい、思い込んだら試練の道を。その人は思い込んだらだと思ってたの。星ヒューマーがこうトレーニングしてるわけ。 あれがきっとコンダーラっていう重いやつなんだっていうふうにずっと思い込んでた人がいた。ふざけた勘違いだったんだけど、この話は本当どうでもよかったんだけどつまり思い込みによってこの世界はあるわけ。自分の人生いけてるなって思ってる人っていけてるような人生になったりするし、俺はダメな人間なんだって思うとそうなったりするわけ。出来事は変わらないのに、目の前で起きてることから感じることがみんな違うじゃん。いや、チャンスかもっていう人もいれば、うわやべえことが起きたっていうふうに思う人もいるわけ。どっちが正しいもどっちが間違いもないんだけど、この世界は宇宙にはイエスもノーも関係なくて、いいとか悪いとか関係ないわけ。何でも叶えてくれる、何でも叶えることができる僕ら魂の塊だもんだから、つまりいや人生ってすげえいいなって思ってるといい人生になるの。いろんな試練はあるけどめっちゃ勉強になるやん。自分はどんどんまたねその経験を積んで、より苦労したからこそより優しい人間になれてるなっていうふうに思えてる人ってすごくいいことが起きるわけ。人にも恵まれてね、でもなんでこんな人生嫌なことばっか起きるんだろうっていうふうに思っている人はそういう人生になっていくの。自分の思い込みによってこれが投影をしてしまうわけ。この思い込みがハイヤーセルフに伝わって、ハイヤーマインド、つまり大いなるその魂みたいなものがあってね、そこに伝わってそこが結晶化してくれる、つまり自分の魂が投影した世界、この世界がリアルに見えるでしょ。でもこの世界見ようと思ってさ、後ろ向きでこの鏡見たとするじゃんか、はいはい、でも一応同じようなものが見えてるわけ。でもこの世界ってなんか平面的じゃん。でも見えてるものとさほど違わないでしょ、はい、つまりこの世界はですね投影したものなの。現実じゃないんですか。現実じゃない。体験するためにこの世界があるから、思い込みによって投影されてるだけだから、それを体験して自分はこんなことが人生あるんだなっていうようなことをやりにここに来てるから、ここは夢を体験しに来てる。ある意味このいかんともしがたい自由じゃないこのね、いろんな縛りがある夢、しんどいなっていう夢、この夢から覚めた状態というのがいわゆる死んだ時なんだけど、これを選んでる以上はこれが一応ね体験すべき、まあ主な課題、やりたくてここの倍率の高いこの地球に生まれてるんだけど、ここで僕らは体験をしています。つまり自分の思い込みによって投影された世界がこんなものか、なんなら皆さんが見てる世界はこんなものか、今日の人生、今日の一日はっていうものに応じて目の前にこの僕というものが映ってる画面があるわけ。これは現実なのか現実じゃないのか、まあ、ある意味幻想なんだけども、今この瞬間だけが現実で、
それが繰り返しているというものが仕組み。極端なこと言うと、これは何々だっていうことが実は事実ではない。これ何でしょう？ iPad のペンだね。これは観念なの。これはこういう形であって、こういう素材だからきっと硬いよねっていうふうにみんな思ってるじゃんね、はい、皆さんも思ってるでしょ、これ硬そうだよねって、うん、だけどこれは硬いペンだっていうのが、これも実は幻想なの。多くの人はこれはそこそこ硬そうだねっていうふうに共通的にその中合的に感じてるじゃん、考えてるじゃんね、うん、それに応じてみんなが硬いを作っちゃうわけ。意味が分からなくなってきたね。こんがらがってきました。全問答みたいになってくるんだけど、じゃあスプーン曲げってわかる？はい、わかります。僕ね、スプーン曲げワークショップをやってるところに居合わせたことがあって、それがさ、なんか面白いスプーン曲げのワークショップで、なんかのイベントでやってたわけ。10人ぐらいな子供たちも含めて集まってやってるわけ。うん、そしたら、そのリーダーがね、その案内するわけ。じゃあ今から皆さんやりますみたいな感じで、じゃあ皆さんで紹介します。スプーンさん、曲がってねーとか、ダサッと思って。でもそんなことをしばらくやってんの、5分10分、はいはい、スプーンさんリラックスしてねみたいなことをみんなで調和してるわけ。ふにゃふにゃかもみたいな、かっこよくはないなと思いながらでもみんなぐにゃぐにゃに曲がれるわけ。曲がるんですか？そう、その空間、なんかそんなことをやっている人たちの間では、はい、なんか柔らかくてもいいかもねっていう観念がプラスされていくの、はあ、ほっとくと基本硬いものなのに、柔らかいかもねっていう概念がその空間で蔓延したことによって、うんうん、みんな曲がるわけ。なんなら友達隣の子供がぐにゃぐにゃに曲げてるもんだから、え、そんな華奢な君がみたいなことを見た大人が、あ、曲がったみたいなことをやるわけ。曲がった人を見て自分も曲がっちゃったみたいな、なんならそれが連鎖してみんな曲がっちゃったねみたいな、あ、家帰ってやってみようと思ってね、父さんこれすごいから曲がるから、なわけねえだろって言われて、いや、やろうとするじゃん、うまく曲がらない、反対派がいたりするの、邪魔するから、邪魔するエネルギーです、スプーンなんか曲がるわけねえだろみたいなことを、邪魔する足かせになるエネルギーで、その時はうまく曲がらないみたいな。ということは勘違いが大事だ。また勘違いさせてくれるような仲間がいたらより良いよね。自分はこんな方向行きたいんだっていうふうに考えた時に、そんなもん無理に決まってんだろうっていうような人たちが周りにいるよりかは、あ、それ面白いね、あ、いけんじゃね、あ、なんならこうやったらどうとかっていうふうな仲間がいたらね、良くないですか？欲しいです。でしょ、はい、そんな人になりたいし、そんな人になってくださいよ。多分皆さんそうだと思うんだけど、うんうんうん、ね、人の足を引っ張るんじゃなくて、その人の可能性を引き出すようなね、勘違いさせることができるような人の方がいいじゃん。お前なんかサイドなんか見れもねえからっていうふうに言うよりも、いや、面白いかもねそれ意外とって、うんうん、なんならだってこうだもんね、あ、ちょっとやってみない、あ、僕もなんか協力するよ、こういう価値観、こういう仕組みが分かってる人だったら、わざわざ人の足を引っ張るっていうことをやらないわけ。相手の観念を邪魔せずに、相手が逆にさ、重たい観念、自分はダメかもって思ってんだったら、いや、そんなことないかもよっていうふうに言える人だったら、ハッピーになるじゃないのかな、はい、さ、観念によって作られてるっていうことを深くちゃんと落とし込んで理解をして、自分の人生に落とし込んでる人は、人の人生のためにもすごく素敵なアプローチができる。だから宇宙の法則ってハッピーなの。素晴らしいですね。多分愛に満ちたアプローチとかね、そういうことがこの観念から自分の振る舞いとかさ、その関わり方に転用できることが多分イメージできてると思うんで、ぜひともですね、この宇宙の法則全てはこの観念によって作られてると。これが硬いなんていうことは幻想かもしれないと。なんなら柔らかい世界があってもいいし、これはこれだっていうものは実はないの。全て観念だから、思い込みによって世界を変えられると。意外と今日も天気がいいし、いい世界かもしれないなっていうふうに思えたのがいいじゃん。なんでこんなに残念な世界に見えているかというと、皆さんが見てるこのね、ニュースが良くないの。わ、なんか物騒なことばっか起きとんなっていうふうに思わせるのは洗脳ばっかじゃん。つまり不安がビジネスになっていたってわけ。でも皆さんお一人いたら、そんなニュース見ぬまれないじゃん。ってことは世の中ほぼほぼハッピーなの。この国財布落としたら届くんだよ。そんな国ある？この平和な国日本でさ、そんなことにね、振り回しはなくても、そんな物騒なもんじゃないですよっていう価値観を持った人たちが増えれば増えるほど、この世界はよりそういうマスコミの扇動に流されずにですね、より良い世界を構築していけるんじゃないかなと思いますので、皆さんに関わってます、僕にも関わってます。今後ともですね、マスコミが作ろうとしている流れに負けずにですね、この世界をより良い世界にこうひっくり返していくための活動にこれからもお付き合いくださいということで、よかったなと思ったらですね、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもいただけるとですね、とてもありがたいです。こんなネタやってとかっていうこともぜひコメント欄に書いていただけたらありがたいです。今後とも応援をどうぞよろしくお願いしますということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。勘違いしたら宝くじ当たりますかね。
勘違いで当たるかどうか。普通も当たらないもんじゃないですか、うん、当たるって思ったら当たっちゃうのかなと思うんですけど。当たると思うよ。本当ですか。僕の知り合いでね、はい、当てるのが上手い人いるの。当てるのが上手いとかあるんですか。あれだから法則だから。確率じゃなくて法則。法則だから。ちょっと紹介してもらっていいですか。ただこれ問題があって、自分が得るべきお金以上のものを得てしまうと、はい、今度逆に出ていくからね。確かに。逆にその考え方があって、当てるけど当てて全部寄付しちゃうって人はいるよ。何に使うかも決めといてっていうことですか。それを受け取るに値する器であれば入ってくるんだけども、そういうのを度外視して当てる方法も実はあるんだけど、ただ単純にここに入るべきお金が入ってくると、うん、今でもそうなんだという前提でいるというのはまあ基本だけどね。一般的にそのね、大きなお金がガツンと当たっちゃうと、それ以上の借金をこさえるっていう人が実際に多いけどね。コントロールできない。見合ったお金じゃない。そう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 。自分の器を広げておくっていうのが、うん、まあ、一番大事なことかな。逆にラッキーで当たってしまうよりかは、それをラッキーと捉えない方がいいのかもしれない。当たったんだったらね、全部寄付しちゃった方がより良い流れになって、まだしっかり器が広がるかもね。じゃあ全部寄付します。どこに寄付する。じゃあ壊しあると思う。僕に大事に使うわ。それ僕も寄付しなかった。あ、本当ですか。ありがとうございます。